高山うこ高山うこは、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将、大名。代表的なキリシタン大名として知られる。カトリック教会の副社。父は、摂津国人、高山友もてる。母は、洗礼名、マリア。同じく、摂津国人の中川清秀は、いとことされる。うこの幼名は、彦五郎。長友長と称し、 通称はウコン、また南房、東白と合した。外国側の資料にも、ジュストウコンデントある。先例名はポルトガル語で、正義の人、義の人を意味する、ジュスト、ユストとも、合は南房。千利休の七皇帝、利休七明の一人としても知られる。高山市は、摂津国三島郡高山省、現在の大阪府と野郡と与野町鉱山出身の、 国人領主である。出自は、秩父市の一派の鉱山島の所流とも、甲賀五十三家の一つとも言われる。父の友照が、当主の頃には当時機内で、大きな勢力を振るった三好長兄に仕え、三好氏の重臣、松永久秀に従って、大和国歌軍の沢城、現在の奈良県宇田市灰原を居城とした。の少年は、日本側の資料に所見がなく、 外国側資料でも一致しないが、天文21年、1552年から天文22年、1553年、五郎と推定され、トモテルの着難として生まれた。後世キリシタンとして有名となるウーコンであるが、早くも、a 六6年、1563年20歳で、キリスト教の洗礼を受けている。それは、父が、奈良で、ビワー帽だった、イエズス会修道 ロレンソ両祭の話を聞きて感銘を受け、自らが洗礼を受けると同時に、居城沢城に戻って、家族と家臣を洗礼に導いたためであった。ウコンは、ジュストの洗礼名を得た、父の洗礼名はダリオ、母の洗礼名はマリア。a 6 7年、1564年、三好長慶が没すると三好氏は内紛などから、急速に衰退し、高山氏の本来の所領がある。 摂津国においても、豪族の池田氏、伊丹氏などが、独自の力を強めつつあった。A61 年、1568年に、織田信長の強力な軍事力の庇護のもと、足利義明が、室町幕府十五代将軍となると状況は一変。義明は、摂津国の土着領主の一つである入江氏を滅ぼすと、直神である和田惚政を高槻城に置き、 彼と、伊丹近沖、池田勝政を加えた三人を、摂津守護に任命した、摂津三守護。高山府氏は、この和田これ政に仕えることとなった。元気二年、1571年、和田これ政が、池田氏の悲観、荒木村重と、中川清秀の軍に敗れて討ち死にし、白井河原の戦い、間もなくその、村重が、池田氏を乗っ取る。村重は信長に接近して、 摂津国の切り取りがあって、全域の領有権確保の承諾を得ると、三好氏に、再び接近したい富士を滅ぼす。こうして、摂津国は、石山本願寺が領有する石山周辺、現在の大阪市域を除き、村重の領有となった。和田これ政の死後、高槻城はその子、これ長が城主となったが、まだ17歳だったため、叔父の和田忠雅が彼を補佐していた。 しかし、おもんみちょうは何を思ったのか、このおじを殺害してしまう。これにより、鉱山家が主だった相談役となったが、これをよく思わない和田家臣たちが、おもんみちょうに高山親子の暗殺を進言した。高山家には、おもんみちょうは、好奇があり次第、高山親子を殺すことに決めたという知らせが届いた。ともてるはこのことを村重に相談。村重は、もしそうであるなら、 殺される前に殺すべきだ。自分は兵を持って援助すると言い,い、おもんみちょうの所領から二万国を与えるという書状を与えた。元気四年、1573年3月、おもんみちょうは、反鉱山派の家臣と共に、高山節を話し合いと偽って呼び出した。高山節は、仲間から呼び出しが罠だと聞かされたが、14から15名の家臣を連れて、 高月城へおもむき、待ち構えていた。これながらと切り合いになった。夜だった上に乱闘で部屋のろうそくが消えてしまい、真っ暗になったが、右近は、火が消える前におもんみちょうが、床の間の上にいるのを見ており、火が消えるとすぐさま床の間に突っ込んで、腕に傷を受けつつもおもんみちょうににたちの致命傷を負わせた。だが、騒ぎを聞いて駆けつけた鉱山の家臣たちが加勢すると、 そのうちの一人が誤ってウコンに切りつけ、ウコンは首を半分ほども切断するという大怪我を負ってしまう。およそ助かりそうにない傷だったが、ウコンは奇跡的に回復し、一層キリスト教へ、傾倒するようになった。一方、おもんみちょうは古紙に乗せられて、家族や家臣たちとはだけの小国、大見国高賀軍へ逃れたが、同地で死亡した。この事件の後、高山府市は、 荒木村重の支配下に入った。村重はすでに信長から摂津一円の支配権を得ていたため、この事件は問題にされることもなく、高山府氏は晴れて高槻城主となることができ、二人は間もなく高槻城の集築工事を行い、石垣や塗り壁など当時機内で流行しつつあった様式を取り入れた。友照は五十歳を過ぎると、 高月城主の地位をウコンに譲り、自らはキリシタンとしての生き方を実践するようになった。この時代、トモテルが教会建築や布教に熱心であったため、寮内の神社仏閣は破壊され、新官僧侶は迫害を受けた。父の生き方は息子のウコンに大きな影響を与えた。天正六年、1578年10月末、ウコンがより木として従っていた。 荒木村重が、四君、織田信長に反旗を翻した。村重の無本を知ったウコンはこれを包囲させようと考え、妹や息子を有岡城に人質に出して誠意を示しながら無本を阻止しようとしたが失敗した。ウコンは村重と信長の間にあって悩み、尊敬していたイエズス会員、オルガンティの神父に助言を求めた。神父は、 信長に振るのが正義であるが、よく祈って決断せよ。とアドバイスした。高槻城は幼少の地であったため、信長は今後を味方につけるべく機内の宣教師たちを説得に向かわせた。右近は小田方につく意志はあったものの、村重の下にある人質たちの処刑を恐れ、判断しかねていた。木内は徹底抗戦を訴える父。 友モテルラと会場を求める派でま、たつとなっていた。王納したウコンだが、信長に領地を返上することにより、織田との戦を回避し、なおかつ村重に対しての出兵も回避し、人質処刑の口実も与えないという打開策に思い至る。ウコンは神子一枚で城を出て、信長の前に出頭した。村重は城に残されたウコンの家族や家臣。 人質を殺すことはしなかったが、結果的に右近の離脱は、荒木勢の敗北の大きな要因となった。後に、村主家の重心であった、中川清秀も、織田軍に寝返った。この功績を認めた信長によって、右近は再び、高槻城主としての地位を安堵された上に、摂津国芥川軍を与えられ2万国から4万国に、加造された。同年11月、右近は、 摂津に出陣してきた信長に越見した。信長はこれを喜び、着ていた小袖を脱いで右近に与えた上に名馬も送り、さらに後日には黄金三十枚を貸しした。右近はそのまま有岡城攻略に配され、同年十二月並びに、翌年の天正七年、1579年4月に、信長が各所の付け城に入れた書章の中に、右近の名が確認できる、信長後期。 天正八年1580年ルー3月、信長が安土城城下に新たに建築した邸宅を諸将に与え、右近にも授与された。翌天正九年1581年8月、右近は信長の死者を拝命し、鳥取城を攻めていた橋場秀吉のもとへ参陣。信長秘蔵の名馬三頭を秀吉に授与し、 鳥取の情勢を詳細に信長へ報告する任をなした。天正十年、1582年3月、公衆征伐において信長が諏訪に布人した際は、右近も最国諸将の一人として、これに帯同していた、信長後期。天正十年、1582年6月2日に、本能寺の変で、信長が没すると、明智光秀は、 右近と清秀の協力を期待していたようだが、右近は高月に戻ると、橋場秀吉の幕下に駆けつけた。まもなく、起こった、山崎の戦いでは先鋒を務め、清秀や池田つねと共に奮戦して、光秀を敗走させ、清よ会議でその子を認められて加像された。また、安土にあったセミナリーを高月に移転した。静ヶ岳の戦いでは、岩崎さんを守るものの、 柴田勝家のおい、佐久間森政の猛攻にあって清秀は内死にし、右近は、やっとのことで、橋場秀長の陣まで撤退て一命を保った。また、この件で、勝家の内通を疑われ、天正十一年五月十六日、1583年7月5日には一時、居城、高槻城を攻められている、多門院に記。その後も小牧。 長くての戦いや四国征伐などにも参戦している。ウコンは人国の人として知られ、多くの大名が彼の影響を受けて、キリシタンとなった。例えば、牧村俊貞、だ、ガモウと、黒田義高などがそうである。細川忠興、前田利家は洗礼を受けなかったが、ウコンに影響を受けて、キリシタンに対して好意的であった。 トモテルの政策を継いだウコンは、寮内の神社仏閣を破壊し神官や僧侶に迫害を加えたため、機内に存在するにもかかわらず、高槻周辺の古い神社仏閣の建物はほとんど残らず、古い仏像の数も少ないという異常な事態に陥った。寮内の多くの自社の記録には、高山ウコンの軍勢により破壊され、一時衰退した、などの記述がある。反面、 フロイス日本史などのキリスト教徒側の記述では、あくまでウコンは、住民や家臣へのキリスト教入信の強制は、しなかったが、実際に、自社への所領上も受選後に出している。その影響力が絶大であったために、領内の住民のほとんどが、キリスト教徒となった。そのため廃寺が増え、寺をぶち壊して、教会建設の材料としたと記されている。 秀吉からも、信任の扱った右近は、天正十三年、1585年に、ハリマ国赤市軍に新たに領地を6万国与えられ、戦場上を居城とした。しかし、間もなくバテレン追放令が秀吉によって施行される。キリシタン大名には、苦しい状況となるが、右近は、信仰を守ることと引き換えに領地と財産をすべて捨てることを選び、世間を驚かせた。 その後しばらくは、小西行長に、被護されて、小豆島や被護国などに住むが、天正16年、1588年に、前田利家に招かれて、加賀国金沢に赴き、そこで1万5千国の淵を受けて暮らした。天正18年、1590年の小田原征伐にも建前城は追放処分の身のままで、ありながら、 前田軍に属して従軍士小田原聖伐の中で最も悲惨だったと言われる八王子城の戦いにも参加している。金沢城修築の際には、右近の先進的な機内の追記法の知識が大きく役に立ったとも言われる。また、年家の着難、前田年長にも引き続き非護を受け、政治、軍事など所持にわたって相談役になったと思われる。慶長十四年。 1609年には、都市長の隠居城、富山城の炎上により、古市中国伊水軍籍の、元富山県高岡市に築かれた新城、高岡城の縄張りを担当したと言われる。慶長19年、1614年、加賀で暮らしていたウコンは、徳川家康によるキリシタン国外追放令を受けて、人々の引き止める中、加賀を退去した。長崎から家族と共に追放された。 内藤ジョアンダと共に、マニラに送られる船に乗り、マニラに12月に到着した。イエズス会報告や宣教師の報告で有名となっていたウコンは、マニラでスペインの総督不安でシルバラから大歓迎を受けた。しかし、船旅の疲れや慣れない気候のため老齢のウコンは、すぐに病を得て、翌年の1月6日、1615年2月3日に息を引き取った。 去年六十三、マニラ到着からわずか四十日のことだった。葬儀は、総督の指示によって、マニラ全市を挙げて、イントラムロスの中にあった聖アンナ教会にて、十日間という、長期間で盛大に行われた。ウコンの亡骸は、イエズスカイコレジオのサンタアンナ聖堂の近くに、埋葬された。百三十四年には、ウコンの遺骨は、サンホセにあったコレジオの聖堂に移され、 石棺の上には、ウコンの画像が掲げられた。1767年、マニラのイエズス会が閉鎖され、土地と建物は、マニラ大司教区の所有となる。その後、ウコンの遺骨と画像は、行方不明となった。ウコンの遺骨を探す活動は、今も続けられている。ウコンの死後家族は日本への帰国を許され、現在、石川県白隠群滋賀町大た福井県福井市、 大分県大分市に直径子孫の3つの鉱山家がある。1977年11月、フィリピン国鉄南方本線前に、マニラ市、高槻市、財団法人東南アジア文化友好協会等の協力によりが開園。公園内に高山うこんと、右近来碑の経緯や公園の由来が刻まれた名板を取り消した日に遺が混流された。 1979年、昭和54年1月25日、高槻市とマニラ市は、姉妹都市となった。公園は、その後フィリピンの政情不安等の事情により、荒廃したが、アロヨ政権期に、再び整備され、像や石踏みも維持されている。高山右近没後400年にあたる平成27年、2015年、日本のカトリック中央協議会は、高山右近は、 地位を捨てて、信仰を貫いた殉教者であるとして、副社に認定するようローマ教皇庁に申請した。同年6月18日、教皇庁の進学調査委員会が、最終手続きに入ることを了承し、翌2016年、平成28年1月22日に、教皇フランシスコが認可した。同年6月23日、カトリック中央協議会は、 教皇庁国務省が高山右近の列腹式を平成29年2017年2月7日に大阪市で執り行うと発表した。平成29年2017年2月7日に大阪府大阪市の大阪城ホールで列腹式が執り行われた。列腹式には教皇代理として教皇庁劣勢省長官のアンジェロ・アマーと 通気卿が来日して知式した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。